たたききゅうりです。きゅうりは、細い方と太い方、こっちにこう幹がつくんですね。で、両脇を落として、で、まあ、結構使えるからあんまりこんな大きく落とすすぎないようにして、太かった方の先端これぐらいのところ、まあ、3、4センチぐらいの皮が分厚くて食べるときに結構突っかかるんで、ここを剥きます。でこれもなるべく薄く剥いてください。で、上から叩きます。叩く、まあ、分からない、この手の甲、こういうところでやると力が入んないんで、これやってるときにボンってぶっ飛ぶから時々気をつけてください。叩いたらこれを4等分ぐらいにして、これに、ごま油、塩、でも入れるタイミングも大事で、白だしですね、キャップ1ないぐらい、キャップ半分ぐらいですね。で、お皿は必ず冷蔵庫にあるものを使ってください。混ぜます。完成です。冷やしトマトですね。丸々1個使います。まずヘタを取ります。これも落としすぎないように、お客さんが食べる分がちょっとでもないように。で、トマト切るときが、包丁が切れるかの基準は結構これで見れるんで、例えばこれ切ってるときに切れない、直接、潰してしまうようなときっていうのは、まあ、社員の方に、包丁の研ぎ方を聞いてください。よく切れますね。で、冷えた皿に、味がないんで、とかね、塩、で完成です。余りました、ね、あ、まだ、ちゃんじゃとイガエズ明太です。これちょっともう続けていきます、簡単なんで。冷やし皿、小さいやつ、ポーションがあんまり大きくないんで、なるべく小さいお皿使ってください。このスプーンのワンスプーンです。ごめんなさい、ワンスプーン少ないです。ワンスプーン半で完成です。これ1回ゆずめんですね。ちゃんじゃいきます。ちゃんじゃは最初にオニオンスライス入れてください。これ引くと美味しいのとお皿が汚れづらいです。で、チャンジャーです。これはですね、ちょっと原価がどれか高いんで、これはワンスプーンですね。ワンスプーンでいいです。で、ごま油、ネギですね。なるべくネギは最後に。長芋の刻みわさび醤油です。長芋は今これ1本なんですけど、砂がついてるんですよね、いっぱい。綺麗にすると物持ちがちょっと悪いっていうのがあって、なんで、新聞の上からいっちゃうんです。で、こっちはねラップしても普通に片付けていいです。で、もっと一つつけてみます。で、皮を剥いていきます。
ください。これ砂がいっぱいついてるときは洗ってください。これも、他の料理も一緒で皮を分厚く切りすぎないように。7カットです。これ、さっき言ったようにここ今長芋の一番分厚い部分なんですよね。だから、まあ、こういうところは普通にもう7カットこういってもらっていいですけど、細いところになってくると包丁こうやって立てていかないと厚さが均一にならないので、どうしようかな。ここまでいくか。じゃあ最初ぶどう回りです。何センチぐらい、1センチぐらいかな。長芋があんまり薄いと刻みわさびが結構辛いんで、ちょっと若干分厚めぐらいに切ってください。 1,2,3,4,5,7 枚ですね。長芋なるべく手で触らないように。今まっすぐせずにわざとちょっとこうやってばらしたんですけど、これなんでかって言ったら醤油が均一にかかるように、今から醤油と刻みわさびを乗せるんですけど、この露出面積がバラバラになると乗りづらくなっちゃうんで、なるべくこう全体が綺麗に出るように盛り付けてください。ただこれ神経質になりすぎて料理が出るのが遅くなるほど、まあ、神経質になるようなことではないです。お醤油を、刺身醤油です。これ最初にかけないと他のが流れちゃうんで、まあ全体にかかるように感じですね。刻みわさびです。結構辛いんで乗せ方気をつけてください。最後はね、これ乗ってるやつというよりお醤油に溶かして食べちゃうんですけど、海苔、ネギ、ごまです。これ結構海苔、ネギ、ごまって乗せる料理多いんですけど、なるべくこの順番に忠実にやってください。ごまからやって、ネギやって、海苔ってやったら具材が見えないですね。なるべく大きい、物が大きいものからいってください。で、海苔の量です。海苔の量は、まあ乗せるけど食材が潰れない程度、色合いとして乗せすぎるともう白がなくなっちゃうし、少ないと映えないので、海苔、ネギですね、ネギ、ごま、完成です。ポテサラです。オニスラと、キュウリをスライスを5カット、あんま薄くしすぎんように、で、塩します。で、水分が出るんで、そしてます。そう、そうです、ボール、そうです、ボール。今これ、温めたら分かるけど油が結構入るんで、入らないようにワンスプーンで、ポテサラの素です。これあんまり入れすぎるとこっちとのバランスがあるんで味がおかしくなっちゃうから、ワンスプーン強と半分ぐらい入れて、マヨネーズと塩コショウです。マヨネーズ大丈夫今、はい、塩コショウしてマヨネーズ、
サラダベースと、これで終わりです。